こんにちは。埼玉県東松山市の少女柴崎です。今日は借金を相続したくないなら3ヶ月以内に相続放棄をすべしというテーマでお話をしていきたいと思います。これですね、まあ、亡くなった人の相続人に自分がなったとしまして、で亡くなった人にですね、借金があると、借金を相続してしまうとで、借金を相続したくないんであれば、 三ヶ月以内にですね、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしましょう。そして注意事項としてはですね、亡くなった人の財産を処分してはいけないと。売ったりですね、例えば取り壊したり、壊したりですね、そういうこと、処分はしてはいけないという注意点があります。では、詳しく見ていきます。ちなみにですね、このチャンネルでは、 シニア世代とですね、そのご家族に向けてですね、相続とか遺言の手続きについて分かりやすく解説することを心がけて発信をしております。では本題に入りまして、借金も相続するという話なんですけども、亡くなった人のですね、相続人ってのは、亡くなった人のプラスの財産だけではなくてですね、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。 で、借金をですね、相続したくない場合はですね、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすればですね、借金を相続しないということになります。ただし、家庭裁判所で相続放棄をするとですね、プラスの財産も相続しないという話になります。プラスの財産もマイナスの財産、借金も相続しないという話になります。 そして、世間一般でですね、相続放棄というとですね、誤った認識で使っている場合がありまして、例えばですね、相続が起こりまして、相続人同士で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議をするときにですね、財産を取得しないこと、例えば自分は財産を取得しない遺産分割協議書に反抗をしたこと、このことをですね、 相続放棄と世間で呼んでるケースがあります。ただこれは実際のですね、家庭裁判所で行う相続放棄とは別物でして、例えば遺産分割協議所で財産をもらわない、まあ、遺産分割協議所に犯行をしたとしてもですね、亡くなった人に借金があってですね、その債権者からお金を請求された場合ですね、法定相続分の割合でですね、 財産をもらわない遺産分割協議をした人もお金を払わなくてはいけないということになります。つまり遺産分割協議書でですね、いくら財産をもらわなくて、で例えば遺産分割協議書の中に債務はまあ誰々が負担するとか書いてあってもですね、債権者に対してはこう意味がなくて、債権者は財産をもらわなかった相続人にも法定相続分の割合で借金の請求をすることができます。 で、あの借金を払いたくないということであれば、借金を相続したくないってことであれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするということになります。で、いつからですね、3ヶ月以内に放棄すればいいのかという話なんですけども、事故のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内ということになります。で、事故のために相続の開始があったことを知った時からというのは、 まず亡くなった人をですね、非相続人が死亡したことを知ったことが一点と、そして自分がその人の法律上の相続人になったことを知ったとき、そのときから3ヶ月以内ということになりますので、まあ、亡くなったことをですね、知らなければ、その亡くなったことを知ってから3ヶ月以内という話になります。ただ、客観的にはですね、亡くなった日っていうのはですね、その 戸籍等本にいつ亡くなったっていうのが記載されますので、その亡くなった日から3ヶ月以内に相続放棄の真実をですね、裁判所に出した方が安全であるということになります。まあ、安全性を考えると、死亡日から3ヶ月以内にしといた方が望ましいということになります。あとはですね、 先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人となった場合ってのはですね、例えば亡くなった人に子供がいてですね、子供が全員相続放棄するとですね、子供が全員相続放棄すると今度は亡くなった人の親、直系尊属がですね、相続人に入ってきます。直系尊属が全員亡くなってれば、兄弟姉妹、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になるんですけども、この場合、親とか兄弟姉妹ってのは子供が 全員相続放棄しないとですね、相続人にはならないわけですから、その場合、先住院のですね、子供が全員相続放棄をしたことを知ってから、3ヶ月以内に相続放棄をすればいいということになります。先住院の人が放棄したことを把握したときからで、これも安全のためにはですね、その先住院、 の人がですね、まあ、相続放棄、その真実が認められた日から3ヶ月以内に出した方が、まあ、望ましいということにはなります。それですね、相続財産が全くないと思っててですね、3ヶ月過ぎちゃってから、相続が始まって3ヶ月過ぎちゃってからですね、いきなり借金の請求、督促が来たような場合、こういう場合はどうなのかということをお話ししていきます。まず、 亡くなった人にはですね、財産全くないと思っててですね、まあ何の手続きもしないで3ヶ月経ってしまったと。そして亡くなった人の債権者からいきなりですね、借金の、亡くなった人に借金ありますからお金払ってくださいと手紙が来た場合。このような場合はですね、事情によっては債権者の手紙が来てから3ヶ月以内ならですね、相続放棄が認められるケースもあると。絶対認められないというわけではないので、 あの、相続放棄の手続きをやってみる価値はあるということですね。例えばですね、まあ、亡くなった人の生活歴とかですね、あとは亡くなった人と自分との交際状態、あまりですね、生前交流がなかったので、まあ、亡くなった人にですね、財産がないと思ってても、まあ、しょうがないような事情がある場合ですね。 まあ借金があるってことも含めてですね、そういうのは把握できない状況にあったということであればですね、相続放棄が認められる可能性もあります。だからこれはまあケースバイケースなのでやってみないとですね、どうなるかっていうのは分かんないんですけども、まあ認められる可能性はあると。で、それで相続放棄をですね、真実手続きするときにですね、再建者の手紙ですね、手紙が来てから3ヶ月なので、 手紙が来てからってことで相続放棄をしますので再建者の手紙もですねまあ証拠書類として資料として取っておいた方がよろしいかと思います再建者の手紙は取っておいていただくとで相続放棄をするんであればやってはいけないことがありまして亡くなった人のですね相続財産を処分してしまうと相続放棄できなくなります 例えば亡くなった人の財産を売ってしまったり、売却してしまったり、例えば家屋を取り壊してしまったり、あとは動産を壊したりとかですね、その相続財産を処分すると相続をしたっていう話になってしまいまして、相続放棄ができなくなります。 で、この行為はですね、その処分に当たるのかですね、いや、処分に当たんないのか、微妙だ、どっちかわからないっていう場合はですね、そういうことはやらない方が安全です。結局、後々問題になってですね、それが処分になるのかどうか、争いになった時に、まあ、処分と解釈されてしまう可能性もあるんで、心配な時行為については、もうやらない方が安全であるということになります。そして、相続放棄。 した後もですね、やってはいけないこととして、相続財産を隠したりしてはいけません。相続財産を隠したりですね、相続財産を勝手に消費してしまうこと、こういうこともやってはいけないので注意してください。では実際にですね、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする場合なんですけども、裁判所にですね、相続放棄申述書っていうのを提出します。 で提出先のです、ね、裁判所はですね、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所になります。まあ、具体的にはですね、その市町村名と家庭裁判所を入れて検索すれば出てくるかと思います。そして必要書類としてはですね、まず亡くなった人の戸籍投本亡くなった旨が記載してある戸籍投本ですね。 えー、亡くなった人のですね、住民票、除票。まあ、住民票のことなんですけども、亡くなっているので除票って名前がくっついてます。住民票、除票か、戸籍の不票ですね。戸籍の不票ってのは、その本籍地にいる間の住民票の住所の一覧が出てくる書類になります。これ、本籍地の役場で取れます。あとは、真術人、えー、相続放棄をする人の戸籍、投本ということになります。で、これ、配偶者とか,だとかですね、あと、 子供が相続放棄するときの必要な書類なので、それ以外の、例えば大衆相続人が相続放棄するときとか、直系尊続、親とかですね、親とか、また、兄弟姉妹とかが相続放棄する場合は、さらに多くの戸籍謄本が必要になります。まあ、今回はですね、細かい説明は割愛したいと思いますで。裁判所にですね、相続放棄の真実書っていうのを提出しまして、 その後です、ねまあと、一般的に1週間か2週間、ちょっと裁判所の事務処理の状況によってもっと時間かかる場合もあるんですけど、解体裁判所から、ですね、紹介書ってのが自宅の方に郵送で送られてきます。で、この紹介書をです、ね、アンケートみたいになってて、それを答えて送り返すんですけども、亡くなってからですね、3ヶ月以内かどうかで、ですね、紹介書の内容は違います。 で、これ裁判所によってですね、もう記載内容が変わるんですけども、例えばですね、私のですね、あの、地元の家庭裁判所で3ヶ月以内の場合は、こういう質問が書いてあります。1、あなたを真実人とする相続法規真実受理申し立てが当裁判所になされましたがあなたの意思によるものですか ?2 番、相続法規の真実はあなたの真意に基づくものですか 3番、あなたは相続放棄することについて誰かに強要されているようなことはありませんか ?4 番、あなたの他に相続放棄をする人がいる場合、その人が相続放棄の意思を撤回しても、あなたの相続放棄の意思は変わりませんか ?5 番、あなたが相続放棄する理由を簡単に書いてください。まあ、こんな質問がありまして、まあ、相続放棄する理由についていくつかですね、こういう項目、チェックする項目がついてて、まあ、それにチェックして、 当てはまるものにチェックして書くということになります。まあこういった質問に答えて、送り返す、手紙を送り返すということになります。で、これ、紹介書ですね、3ヶ月超えている場合はですね、まあさっきの質問に加えてですね、例えば、 あなたは相続財産があることをどのようにして知りましたか、まあ、いつから、いつ、誰からどのように知りましたかっていう質問が加わったりですね。あとは、あなたは亡くなった人、非相続人の債務について支払いをしたり、債務以外の相続財産を処分、分配したことがありましたかこういった質問が加わります。で、これ裁判所によって書いてある内容は多少違います。で、まあ、紹介書送り、 返しましてですね、それで無事相続放棄の手続きが完了するとですね、裁判所から相続放棄真実受理通知書っていうのが送られてきます。まあ、相続放棄のまあ真実を受理しましたよっていう通知が送られてきます。で、この時ですね、相続放棄受理証明書、証明書も一緒に取っておくようにしましょう。 証明書ですね。これ、証明書の取り方はですね、その受理通知書の中にですね、まあ、この書類で申請してくださいとかですね、まあ、もしくは、さっきの紹介書のタイミングで証明書も取りますかみたいな紙が入っている場合もあります。裁判所によってちょっとタイム、その入っているタイミングが違うんですけども、まあ、いずれにせよ、証明書をですねと、取るための用紙とかが入っているので、それに、それ書いてですね、 で、収入日1つ150円、収入150円ですね、一通証明書1通150円貼って、まあ、請求すればですね、郵送でも、あの、証明書を取れます。で、その証明書を取ってですね、万が一、あとあとですね、債権者からですね、借金払ってくださいっていう請求があったらですね、まあ、私は、あの、相続放棄したんでってことで、その証明書を債権者に渡してください。 で、またですね、相続放棄しなかった相続人が、まあ、不動産とか預貯金の相続手続きする場合にですね、あの証明書が必要になると思いますので、まあ、必要に応じて証明書を渡してあげればよろしいかと思います。で、先順位のですね相続人が全員放棄するとですね、自順位の相続人に、ま、あの相続が回っていくって話なんですけど、例えばですね、 子供が全員相続放棄すると、今度はですね、親などの直系存続が相続人となります。で、その親などもですね、亡くなった人の親もですね、相続したくないって話であれば、またその人たちも相続放棄するという話になります。で、また、その親直系存続が全員相続放棄したりですね、もしくは亡くなっている場合、今度亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。 で、その兄弟姉妹とかもですね。まあ、相続したくないってことであればそ、その人たちも相続放棄をするということになります。なのでですね、まあ、自分が亡くなった人の子供だとすればですね。まあ、自分、子供全員が相続放棄するんであれば、その亡くなった人の親とか兄弟に面識が、まあ交流があるんであれば、まあ我々は相続放棄したんで、まあ必要に応じて相続放棄してくださいと一言、あの連絡しといた方が。 なんですかね、親切かなっていう気はします。ただ、交流がなければですね、しょうがないんで、特に連絡もいらないかとは思いますけども。あと、これでですね、全員が、相続人全員がですね、相続放棄してしまった場合ですね、ただ、不動産の、亡くなった人は不動産持ってた場合はですね、その管理をする人がいなくなっちゃうっていう話になります。ただですね、相続放棄しても、次に、その、 不動産とか財産管理する人が決まるまでですね、その管理を続けなきゃいけないっていう法律がありまして、でこの不動産の管理をですね免れる、免れたいんであれば、もう全員が相続放棄しちゃったらですね、家庭裁判所で相続財産管理人ってのを選んでもらって、その相続財産管理人ですね、 不動産なりを引き継ぐ必要が出てきますで、ただ不動その相続財産管理人っていうのがですねまあ、亡くなった人に預貯金とか現金まあ、金銭がいっぱいあればですねまあ、いいかもしれないんですけども金銭とかがなくて不動産とか で、売れるかどうかもわかんない不動産とかしかないっていう話だとですね、相続財産管理人をですね、裁判所に付けてくださいと申し立てしたときにですね、じゃあその費用をですね、納めてくださいと裁判所に言われてしまう可能性があります。で、埼玉ですと100万ちょっとぐらい納めてくださいっていう話にもなるかと思います。で、これ、いくら、具体的にいくらか、ちょっと各地の裁判所によって違うんですけども、ある程度のお金を 納めるる必要が出てくる可能性もありますでは、まとめとしまして、亡くなった人に借金があってですね、その借金を相続したくないという話であれば、事故のために相続の開始があったことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをしてくださいで。注意事項としては、亡くなった人の財産を処分してはいけません。相続放棄ができなくなります。 それではですね、今回は相続放棄の手続きについてお話をしてきました。司法書士柴崎事務所ではですね、相続手続きとか相続放棄に関する面談相談をですね、初回無料で受けたまっております。必要に応じて、お電話またはホームページからご予約いただければと思います。ホームページのリンクは概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。